飼育病だったですか。はい、飼育病だったら立ち回りはさすがに飼育だと思うんですけど、はい、やはり気になるのが触る回数が多いので。そうなんです、もうタイム怖くてしょうがないんですけど。あと飼育は対ビオレッタに関しては、はい、掴みからかなり激痛を狙えるということで、まあ、そうですね、その激痛力決定力があるっていうのは大きいかなって気がします、ね。はい、ですけどこういったね飼育 のコンボって連携なんで、今何か気づいたところは、上京から立ち京上京でベクトル変更を間違えさせに来ましたね。立ち京上京、あの向きを逆にして、はいはいはい、そういうコンボルートがあるのかという感じなんですけど、それをサブキャラクターでやってくるんだから恐ろしいな、ね、恐ろしいですね。さあ崖狩り続く、おっとだいぶ乗ったが危ない、今の変更向かっ上火横火、あの傘手ですね、上火傘手横火、はい、あれはあの抗う余地がないというやつなんですが、横火のベクトル変更を唯一ありましたね。さあこの、いやこの二人も殺意高くないですか。そうですね、どこで戦ってんだよと。さあこれ怖いんですよね。怖いですね、はい、ああいうベルタが一見フリーフレームのような見えるような瞬間っていうのはウィッチアイポイントでもありますから、はい、そうなんです。飼育が、まあ、掴みからこういった風に激痛の読み合いに持っていけはするんですけど、今空中攻撃を必死に上にずらしてましたね、はい、抜けることにはかないませんでしたが、抜けれたらと思うと恐ろしいですね。さあ大分登ってくるが追ってきますね。あ、いい逃げ方ですね。さあこれハリーに引っかかったが距離があったため、さあこの数秒間はシークは結構狙えるんじゃないですか。上内から2択なんとか制して着地する。これはかなり低い位置に読み合いを仕掛けますね。そうですね。さあ空中しろ、うまい。アフターバラキックダイブキックと呼ばれてますが、はい、あそこの跳ね返ったところに空中しろですか。うまいですね、反応がかなり早いですね、今のは。ここはダイブを使って回避見て横必殺技、風船の一つ風船もある刺しましたね。ここら辺からやはり撃墜択が乏しくなりつつありますが、はい、あのあーうまいですね、うまいですね、通しましたね、バビーを横必殺技、もうみんなアピールしますね、ベヨネット使い大好き、うまい、立ち合わせで透かしてからの下着ですか、はい、確認ですね。さあなんとか、だいぶ戻ってきました。これまずいものがありましたね、まずいですね。おお、上に変更してますか、これさあ、長距離でなんとか危機を回避して駆け狩り展開続く。上京貪欲なタク狙ってきましたね。さあ空中ニュートラル、ワードキャンセル、空中ニュートラルでしっかり空前1に対して反撃を取ってくることをツイークが理解しましたね。空前1から1点も狙いますよ。さあダウンして下京下京、さあパッドウィズインから弱々でボールを出して、キャキャキ、ね、はい、展開作ってます。まだ弱しとき、くえうますぎ、空中前で追い出して、さあベヨネッタ帰ってこれるか、頭出しましたね。アルチョウギ狙っている、そこだからこう浮いたベヨネッタに対してしっかり叩き落としっていうか、こうリスク付けが怖いと思うんですけどね。そうバッドウィズイン、バッドウィズインが悪さしましたね。フォローして後ろ側に飛ぶと思わなかったですね、はい、着地してるじゃないですか、なんか悪らす地に足つけたから、じゃあ地に手をつけたみたいな、なんかちょっと横に伸びる感じ、横に伸びてる感じがしますよね、はいはい、っていうか立ち姿が横範囲が狭すぎる気がします、ね、まあ人型ファイターの特権ですけど、ね、れば身長高いですから。さあ一本取っていったのはミスター R 選手ですけども、立ち上がっても正直おかしくない、今効果力狙ってましたね。先ほどの試合はウィッチタイムもそうなんですけど、下京関連の効果力コンボをミスター R がもらってなかったという気がしますね。そうですね、拒否してますね。さあ、拒否したところ追記とは常に、追記としては常にどこかで高いコンボが欲しいという思いがあると思いますけど、タクチ前、ヒールスライド狙っていったが、これは反撃、うまいですね、ジャンプ読んでいたが、そこまでしっかり追ってきたのを見てから回避を当てました。さあ、ガーキャン拒否したぞ、火力としては完全に並んでいる状況ですが、このバッドウィズインに対するフォローがうまい、狙ってましたね、畳みかけてますね。さあこれついに当たってしまいましたが、崖を掴むコードになっていたためなんとか大丈夫だが、変更ちょっと怖かったですね、今の怖かったですね。さあ追っている、これは今の N だったらという、今空間1段止めたのはやはり空中ニュートラル打っていたんですが、空間になってしまったという感じですかね。なるほど、先ほどから見てた空中ニュートラル重なってから、はい、確定させましたか。
綺麗に撃墜意図していたのはイスタール選手ですが、まだ分かりませんね。さあ回避上がり通していく、やはりゼロ距離なんで、これは手痛いのもらっちゃいましたね。空中ニュートラルが空中上じゃなくて反転してちゃんと空中後ろで一人行きました、はい、仕留めました。今日うまいですね、しっかり立ち勘でかわしたところも凝視して脱出掴みで追いかけている。立ち勘でこう、はい、鈴木選手が前管理をしているところにこう安易に脱出掴みにしに行くんじゃなくて、何かこう突っかいをかけてから脱出掴みを通すっていう行動がやってきたんですけど、それもやってますし、はい、もう一歩深く踏み込むシーンもありますね。立ち勘まで予測してもう一歩深く差し込むっていう、はい、なるほど。やはりあのダッシュを使ってしまうと掴みになってしまうんですよね、はい、あの透かした時の反角が。そこでタッチキャンセルを利用することで下強攻撃で反撃を取ることができるんですけど、はい、やはりガード解除の7フレームを背負ってしまうと下強は間に合わないパターンが多いということで、あの鈴木選手はガードを張らずにタッチキャンセル様子見っていうタックを使っているシーンがあると思うんですけど、そこに刺さっている、まあ、ナタートの攻撃が刺さったりしますね、はい、さあ火力圧倒的リードを取っているのは鈴木選手。このダウンの読み合い掴み通している。これは内側変更バットイズイン、空中しろ、いい反撃ですね。空中前、あ、この低い位置での読み合いが強いですね。強いですね。オリックも背負うじゃないですか、1フレーム、はい、2フレームの読みできない瞬間があるんですけど、ヴィオレッタってそれに対する具体的な回答があまりない、はい、下強攻撃が当たるかどうか怪しいんで、あのミスターアル選手としては一旦下に行って死んで安定かなという思ってるのかなという気がしますね、はい、それに対して鈴木選手が具体的な解決を持ってきたという感じですよね。しかも見えませんもんね、あれ全く見えないですね。さあこれまずいぞ、相当変更し、うわー、レビー2回か。え、でも耐えている、耐えましたね。どうやって耐えた今の。ちょっとあのルーペだとちょっとよくわかんないんですよ ね。あ、これはすっぽ抜けて打点が高かったためコンボ繋ぎましたね。仕留め切りましたね、鈴木選手。本当にサブなのか、完成度高いですね。そうですね、明日今日からしゃがみを使い始めましたね。じゃあ畳捨てから、タッチキャンセルから、はいはい、タッチキャンセルからしゃがみを使い始めましたね、はい、自分のクラハンドを小さくしていますね。とりあえず場外に出して下強指1タイムもワンボタンで出せるようになるので、しゃがみは非常に強いですね。はい、確かにです。奥上、なんとかガキが逃げたが、これはジャンプないんじゃないか。なんとか帰る、回避を通して。この有利された場合のウィッチタイムの存在が大きいですね、はい、もう迂闊に技を振りに行けないといった状況。さあその場回避通す、分かってますね、メンタルを。今ジャンプ B が当たらない位置だと判断して回避を少し待ちましたが、ミスターアルジェンスが落ち着いてましたね。落ち着いてます。さあおもむろにタッチキャンセルで間合い管理、押したことこれが強い反転、これは上に変更、超グマ使って逃げ切ります ね、はい、ジャンプ使ったの見えてましたか。そう、上に出る、強気ですね。強気すぎる、あまりにも。さすがにあそこでビッチタイムするぐらいとあんまりないですね、はい、さあ横強から回避見て宇宙へもうどんどん行く、どんどん行くがギリギリ難を抜かれて、依然としてリードを保ち続ける鈴木選手。そのバーガリ通す、さあこの崖でなんとか締め切りたいが、この上一つは頭が出る。さあここからどうする、下行空中へ無敵切れたのを見てましたね、ちゃんと崖にしましたね。さあこれもうワンウィッチタイムなんですけど、どう攻略していくか。これは今の変更良かったですね。良かったですね、はい、今ウェビーを万人が予想したと思うんですけど、はいはい、横見だったじゃないですか、はい、しかしそのベクトリングを間違えてなかったっていうのが、ミスタール選手の守りのスキルの高さを一瞬もう一目で分かりますよね。さあ、あそこで何だあのベクトリングができるんだ教えてほしい。こうなってしまうと浮かせない一撃がまるで許されない。回避見てますね、落ち着いてますね、超冷静だ。追いつくまでのプランが、はい、あるんでしょうね、描けているという感じがしますね。さあこれですよ、仕留めるプランがありましたね、はい、さすがにあのリード差は覆せない。携帯見ちゃって。3戦目ステージは島村、3戦目4戦目か、
ファール選手負けられない。戻さないといけないですね。ここで返したいですね。返したいっていうか返さないといけないんですけど。さあ駆け上がり、大胆にもその場上がり。しかし回避でめくってから。先ほど最後1チャイムで仕留められて、はい、崖攻め強気技振るのは怖いかなっていうふうに見てたんですけど、はい、最大を取れる影響を置いてましたね。はい、ミスター R 選手の強気さが出てましたね。方さあこれは二段攻撃。さあどうなる。風船丸さしましたね。ちょっと今日風船出張ってません。そうですね。さあこれは打点が高い。あー天候を追い切りましたね。今追い切りましたね。はい、まあベクトル変更いろんな読み合いがありますけど、はい、この場で決めてくるっていうのがやっぱりさすがですね。そうですね。本当にサブキュー。さあ先ほどの調教が続く。今回避見てたんですけど強気に暴れ通しましたね。ジャクジャクから下着を狙っていくがジャストシールドを食う前、食う前、空母で暴れている。さあこのガキ上がりの展開うますぎ。あーうまい。これはさすがに耐えきれない。今のが読めてしまいますか。今のはお見事ですね、はい、ああいう1チャイムが出るとプレイヤーが勝ったんだなって感じ。